サフラは、スペインエストレマドゥーラ州、バダホス県のムニシピオ。カステラール山脈の洞窟の中に、ピクトグラムが発見されていることから、戦死時代から定住者がいたと推測されている。近郊のベレンレーハイド道では、青銅器時代の砦が発見されている。サフラ周辺地域では、伝説的なセゲダを思い出させる古代ローマの別荘が多くあり、これがサフラの街の元となった。 中世、サフラは、セビーリアとバダホスの法度に二分される境に位置した。1030年、カステリア山脈に防御的砦が築かれた。この砦は、1094年に、ムーア人の地理学者、アブアブダッダー・アルバクリによって、サイラービハッサンと名付けられていた。アラブ人たちは町をサフラ、または、カフラと名付け、これが、現在のサフラの名称へと発展した。 レコンキスタ時代には1229年に一旦は、レオン王アルフォンソ九世によって解放され、再びアラブ人に奪取されるものの、最終的にフェルナンド3世が占領した。エンリケ3世がサフラをゴメス・スアレスでフィゲロアへ授けたことで、大きな変化が訪れた。ゴメスは王妃の自重であり、サンティアゴ騎士団長の息子であった。ゴメスの頃レンゾはサフラを 自分のフォードフェリアの中心地とした。彼は防衛目的で城壁を築き、近隣の自治体、商人、旅行者を保護した。城壁の建設は1449年まで続いた。1437年、ロレンゾは市で象徴となる建物エルアルカサルを辞定として建設するよう命じた。加えて、ロレンゾはサンティアゴ騎士団の病院を起こし、クラリサスデサンタ、 マリアデル・バーレ修道院を一族の霊廟とするために創建した。1460年、エンリケ4世は、サフラオ県と同地の地区都市、ロレンゾにアルコネラ・トラ・モレラの村を報道として授けた。16世紀と17世紀、市は近代化された。例として、アルカサルがオーストリア風に改造され、新たな教会が完成した。この近代化すべてが、 五代目のフェリア博ゴメス三世、スワレス・デ・フィゲロアが、フェリッペ二世時代に国に貢献した褒美2567年に、フェリア公に格上げされた時代に行われた。17世紀、フェリア公領は、プリエーゴ公領と統合された。18世紀には、プリエーゴ公領は、メディナセリ公領にまとめられた。サフラは、周辺の農業地帯に対して、常に工業と商業の都市である。 商業の基盤は祭りで、1395年以来、続く聖不安祭、1453年以来の聖ミゲル祭が行われている。ありがとうございます。